昨日突っ張り先行を逃げ切った5番宮下に続けて3番城幸弘と4番伊豆田弘と3人で動きました。5番の宮下が抑えてきて3番城と4番伊豆田、この3人が出切りました。2番松本拓也は今後方6番手、前受けの1番佐藤武史は宮下の4番手を手にしまして残り1周半になりました。宮下が今日もペースをつかんでいく形、勝負どころにセンター4番手1番佐藤武史まくり展開なのか、6番手2番松本拓也です。最終周回に向かって先頭5番宮下一歩、2番手は車間を分け始めた3番城幸弘、4番手まくりに出る1番佐藤武史、合わせる形3番城幸弘、さあ1番佐藤武史城幸弘踏み合いますが、九州勢が一気に関東勢を捉えて先頭2番手に来る。1番の佐藤武史、7番小原は3番城と少し絡んで弾かれた。4番伊豆田も切り替えて追い込んで内は粘る5番の宮下、1番の佐藤武史降臨、2着は3番城幸弘。